ではインテグラ内装を見ていきます。まずドアトリム周りからですね。特に気になる傷は見当たらないですね。こんな感じで綺麗です。で、スカッフプレート周り、こちらも綺麗ですね。フロアのマットも結構綺麗ですね。で、シートがですね、レカロフルバケットシートが入ってまして、すごくレアな TSG です。ちょっと寝たタイプですね。もう今売ってないです。で、ちょっとこの辺黒かったりとかしますけども、助手席側は純正の、レカロシート、こんな感じですね。ちょっとここのシミがあるかなっていうぐらいです。で、ステアリングは、ももディープコーンタイプですね。スレは特に気になるのはないです。で、ダッシュボード上は乗り跡とかは特にないですね。で、デフィのこの3連の、メーターが装着されております。こんな感じですね。グローボックスちょっとここ傷がありますね。で、ちょっと古めのナビが装着されてという感じで、シフトブーツ周りなんかは綺麗ですね。こんな感じです。あと、ここにですね、HKS のサーキットアタックカウンターが、ついてますね。まあ、これはちょっとちゃんと計測できるかどうかはすみません、試すことができないので。エンジンのかかりはね、非常にいいですね。駆け上がりもいい感じですね。で、一応こんな感じで電源は入っております。で、デフィのこの3連メーターなんですけどね、油圧計はこんな感じで、表示されてないです。なので、水温と油温、これが、表示されているというご認識をいただければと思います。で、ナビはですね、こんな感じで結構古いのであんまり使い物にならないかなっていう気はします。はい、では続いてトランクを見てみます。トランクはちょっとトリム類汚れというかちょっとすれあるかなっていう感じですかね。で、この辺りもこんな感じでちょっと傷が結構ついてますね。で、スペアタイヤ、ジャッキ工具なんかはついてます。助手席のドアトリムですね。特に気になるようなところはないかな。あ、ちょっとここ線入ってますね。それぐらいですね。スカッフプレート周りなんかも、綺麗です。フロアマットも綺麗ですね。ちょっと汚れがあるぐらいで、ここに ETC が装着されてます。で、リアシートは、フロアマットちょっと黒ずんでるかな。こんな感じですね。リアにピラーバーが装着されてます。はい、こんな感じの内装になっております。以上です。